Ladies and gentlemen、 どうもドラム佐々木です。はい、今回は、6月16日、6月16日に、新超絶金剛やしゃみ王が、初降臨しますと。金剛やしゃみ王はまあ魔族で出るのか、まあまたもや魔王で出るのか。魔王の確率が結構高いんですよ、みんなから結構言われて、で、まあ神であるならば結構、まあ、つくよみとかでもザクザクできるのかなっていう確率が結構あるんですが、神はないのないんじゃないか、魔王か魔族なのかってね、まあ言われたのですが、これがもう、ま、万が一魔族で出るってなると、これがね、まあ超絶なので水属性でもまあ大丈夫というわけなので、まあ今のね、これ使えるんですよ、魔族であれば。万が一ね、まあ封じのワープであるというと、ギミックはワープと何かで出てくるんですよ、多分おそらく。っていうと魔族であれば地雷なのかな、地雷ワープ、もしくはダメオワープとかで出てくると思うんですよ。ダメオワープか地雷ワープ、まあこいつがね、さっきのこいつが使えるとなると、おそらくワープか、こいつはじゃあダメを入ってないとなると、今度地雷が入ってくるのか、もしくはワープのみで来るのかっていう感じになります。でならワープならばこいつもありなんじゃないかなって思います。金剛やしゃみ王にで超絶なので、まあでそう、魔王であれば魔王キラーなんですよ、今度魔王、魔族キラーか、魔族キラーで考えたとこ、魔族、魔王だったらあれなんですよ。で、魔王キラーであればエメラルドが出てきましたと。魔王で出てくるのであれば、地雷で出てくるのであれば、出てくるの可能性が高いという感じです。地雷かワープ、どっちか出てくる可能性はあります。で、魔王キラーもありますという感じです。で、魔王キラーという感じで、まあこれはオーランチなんですけどね。で、まあこいつもね、魔王キラー一応入ってるんですが、ダメオはさすがにワープは入るだろうと、ツイッターからね結構話題になってますと。で、金剛やしゃみ王がワープ入るならば、じゃあエメラルドが使えるのであれば、まあ万が一そいつが魔王であるということが分かったならば、地雷ワープなのかなっていうことが分かり、まあ予想なんですけどね、地雷ワープなのかなっていうことありまして、まあ最近ね、まあ、中心化する こいつあるじゃないですか、こいつも一応使えるのかなと
地雷バップであればで、ワルプルなど、あとカーリーとかね、うん、使えるのかなと思いますと。で、あと神かがぶとかね、結構使えるんじゃないかなと思いますね。あとマリシュテンとか、あとまあローレライとかね、まあ使えるんじゃないかなと思いますと。まあ、まだわかんないからな、今後やしの用がまだ出てないから。もしマインワープだってあると、アルカディア運枠だとか、まあ、俺これ運枠じゃないけどさ、あとはワルプルとか結構ね適正キャラあるからいけると思うんですよ。で、地雷ダメオだったら、あとは、ゼウスなり、まあいろいろあるんですよ、このコラボのね。こいつも入ってきますという感じで、あとは万が一ね、今度ハートなしになると、ハートなしになるとこいつも使えるんじゃねってなるんですよ。ああで、まあ、まだハートなしって分かってないので分かんないんですけども、こいつもね、ダメオマイン、マインダメオになるとこいつも使えるんですよ一応。なので一応ダメオマイン、あとはワープマインなのか、まあ一応ワープは入ります、一応。うん、ワープと何かが入る可能性がありますと。まあ今後やしの用は、まあ、来週の金土曜日になるので、皆さん楽しみに待っててくださいと。はい、以上ドラム佐々木でした。今後やしの用の、まあ、ギミック予想ということです。はい、ということで今後やしの情報で今度また会いましょう。以上ドラム佐々木でした。バイバイ。